九州、沖縄、9割が九州出身の乗員が乗ってます。で、私と本艦の第4護衛隊軍という船と司令部に所属しておりまして、本日はあの第4護衛隊軍司令が島風に乗ってきております。で、あの関西出身者その中でも数名しか乗ってなくてですね、軍司令は大阪出身で、私は京都出身ということで、今までアウェイの九州で仕事してましたけども、あ、来た第4護衛隊軍司令の福田です。大阪府八尾市出身であります。護衛大学校の時に、落語研究同好会漫才パートをやっておりましたので、あのしゃべくりの方は得意なんですけど、あんまりしゃべくりやると海上自衛隊の海将法アホみたいやなって言われるところ、この辺でやめときます。まあ、あの大阪はこんな感じなんですよね。やっぱり京都は、私京都の宇治出身ですね。やっぱりちょっと品があるかなというところで、ちょっと大阪のチャキチャキとはちょっと違うところがあるんですけども、こんなこと言いよったんで、もあの艦長クビにします。私クビになってて15日付で舞鶴の補給艦マシューの艦長になりますので、またその際は舞鶴に起こしてください。よろしくお願いします。